鍋でございます。おはようございます。また荷物が届きましたが、今回ですね、もうこれでもうおしまいにしたいという思いで、商品を買いました。こちらでございます。これどこだっけ？グリーンハウスさんね。グリーンハウスさんから発売されてます。マイクフォーアイポッドシリーズ。ということで、いわゆるここにも書いてあるんですけどね。iPhone、まあ、これ iPhone4 って書いてありますけどね。iPhone 等のにつける外部マイクでございます。ところが、ね、もう中がないんですけどね。はい。実際の中身は、というとですね、こんなになってます。はい、これです。ですね、この外部マイクですけども、これがですね、なかなかですね、いや、これを買えばよかったんですよ。これを買えばよかった。レビューとか見ててもですね、これ結構いいですねって言ってたんで、これ買えばよかったんですけど、もうちょっとね、もう一味欲しかった。違うのが欲しかった。俺はこんないいのを見つけたんだよっていう動画を作りたかったんですけど、結局、最初に買ったマイクはダメだったという話でね、こう前じゃないんですね。はい、こちらになります。こちらですね。はい、これがマイクフォーアイポッドシリーズアルミニウム、色、ピンクになります。ピンクがね、安かったんですよね。白とかなんか、シルバーとかあんのかな？あったんですけども、なかなか、同じ機能なのになんでこんな値段が倍ぐらい違うのかなと思ったので、まあ、ピンクでいいや、ということでピンクを買いました。これはですね、まあ、こうカプセルみたいになってますけどもね、これを、くるくるくるっと回しますね。こう、くる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 っと、これを回すと、こう、抜けてね、ネジ切りがついてるんですけどね。こんな風になって、で、ここがですね、見えますかね、こうね、白い線が1本、2本、3本って入ってると思います。見えますか？ちょっと見づらいかな。ね。光の関係でね。このぐらいの、ちょっと見にくいね。まあ、ここにね、白いのが1個、2個、3個。金属の部分が1極、2極、3極、4極で4極になってるんですね。で、この4極のタイプであれば iPhone に取り付けられるんですよということも分かっております。はい。これをですね、実際に iPhone の、私の場合は iPhone5 ですが、そのイヤホンの、ジャックのところにね、ドンと差し込む。そうすると、ここの穴から音声が取れるという寸法だそうです。やっと手に入りました。これでね、改めて音声どんなように撮れてるかというのをね、やってみたいと思います。はい。今日はですね、とりあえずもうここまでにしちゃいますけども、はい。今回ですね、やっと手に入りました、iPhone 用の外部マイク、グリーンハウスさんから出ている、iPod、なんだっけ、マイク for iPod シリーズね。アルミニウムピンク。購入価格はですね、580円でした。私いつも代引きですので、代金、代引き手数料のがね、なんか割高に感じるんですけどね。315円かかって合計で895円というプライスでした。やっとなんかこれでね、ちょっとこう良くなるのかなと、思っております。はい。ということで、また次回ですね、このマイクをね、取り付けての動画、まあ、今後はもうこれをつけて、こういった形でね、商品のご紹介とかね、何かいろいろこう皆さんにお届けするんだろうなと思ってますけどね、これが大いに役立つんだと思っております。はい。ということで、今日はこの辺にね、いたしましょう。それでは、なんか言うことある？これ。ないね。はい。
アマゾンさんで購入しましたのでね、よく読んでください。なんか、気になった方は私の方にですねメッセージいただければ、こういうところにね書いてあるものなんかお伝えできるものはお伝えしようかなと思っております。はい、それではまた。